チェリーです。ちょっと前に角川から出てるフィギュアブランド角川コレクション、キャラーニから出てるフィギュアブランド CA ワークスって読むんかな、その2つが合同でオンラインイベントを行ってたんですけど、そこで新作フィギュアが発表されたんで、きっちきちきご紹介していきたいと思います。まずはイリアス・フィール・フォン・アインツ・ベルン、これは劇場版のキービジュアルのイラストをモチーフにしたイリアみたいでございます。これめちゃくちゃかっこよくない？ちゃんと色のついたあのキービジュアルの方も見ましたけど、もうイリア好きな人からしたらちょっとたまったもんじゃないと思いますけど、俺は何やろ、大きい女性が好きですから、可愛いよりかはかっこよさが混じってるからちょっと引き寄せられるところはあるんかな。でサイズは7分の1スケールで、価格と発売時期は今のところ未定なんですけど、もう多分原型ができてるからあとちょっとで予約とか来るんちゃうかな、数ヶ月ぐらいでね。オーバーロードアルベドウィングバー。何ウィングバーって、全部ウィングやんか普通に考えて。ほんでこれ何やろ、また表情がちょっとちゃいますよね。エロエロしさっていう表情ではなく、かなり原作なんかな、多分原作寄りの表情やと思うんですよ。てか原作やな多分。結構羽がまとわりついてて、でなおかつ髪の毛はすごい濡れ感がある。水にさっき濡れたんかなっていう感じには見えますよね。ちょっと待ってや。アルベドまた出んの？もう無理やって、どう考えてもめちゃめちゃ欲しいし。この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説アクアオイランバーでございます。わざわざこれはフィギュア用に書き下ろされたイラストみたいで、宴会芸スキル花鳥風月を発動させている姿でございますね。これアクアに関しては普通に立ってるよりかはこういうおちゃらけた姿のフィギュアの方が国王的にもなんかいいようには見えるんでね、これめちゃめちゃいいですやんか。ちょっと色つくんがまだ先なんかもしれないですけど、どんな感じのカラーリングしてくるんか楽しみですよね。オイランやからやっぱ結構かっこよくしてくんのかな。デートはバレット時崎くるみオイランバ、これも良くない？やっぱオイランってね、胸出とかな。アクアのやつはしっかりしまい込まれてる感じで、めちゃめちゃオイランかって言われたらそんな感じもしなかったんですけど、くるみに関しては完全なるオイランです。うん、オイラのランがおいおいランラン、オイラのランがおいおいランラン、すっごいエロい。足が出ないとダメなんですよこれ多分ね。オイラン言うのも決まりが知らないですけど、なんかでっかいリボンやらこの胸のあたりがバッサリの、ここどっさり出てきての足ズドーンでしょ、いったで、しっかり銃も持っちゃってる。おい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 、俺らのピストルも。ソードアートオンライン真夏のきらめき花嫁ブルー、これはねちょっと前にアスナちゃんのバージョンで発売されてるんですよ。確かそれも真夏のきらめきやったと思います。でそれがフィギュアの人気投票で1位に輝いたんですよね。でこの勇気は惜しくも2位になったやつで、2位やけどもしっかりフィギュアがされるっていうことで今回出てきたみたいです。だからまあ言うたらアスナとツイのやつにはなるんですけど、そんな見事に真夏のきらめき花嫁バーが1位と2位を独占するんですね。いやでもこりゃ可愛いわ。だって勇気のフィギュアも正直少ないじゃないですか。結構最近勢いよく出てきてますよね。勇気好きの人からするとまあちょっと頭抱えるでしょうけど、なんで出えんねん思ってた方からすると願ったり叶ったりっていうとんでもない状況になってますね。はよ原型がね見てみたいもんですけど、まあでもアスナちゃんをしっかり見てもらったらまあこんな感じの出来なんかなっていうのはチェックできるんかなとは思います。リゼロから始める異世界生活角川コレクションライトのエミリア、これはねまた別動画で
しっかり紹介させていただこうかと思ってますんで、いろいろ説明は割愛させていただきます。フェイトグランドオーダーアサシンカーマ。何これ、カーマってこんな感じなん？もうちょっとちっちゃい子じゃなかったっけ？もろにデカなってない？後ろのやつ何これ？武器みたいな。アサシン言うよりかはもうなんかバーサーカーみたいな武器持ってますけど、非常にエロティックな格好してるね。色ついてないからはっきりわからんかったけど、よう見たらバケモンみたいな体してますやん。同じくセイバーアルトリアペンドラゴンリリー、エーレーサイソーブル。これもね、風船持ってる姿なんじゃこれみたいな感じでしたよ。生で見た時どうやって自立してんのかなっていう、ものすごい硬い針金がないとこんなボコン立たへんでしょっていう風に見えましたから、どうなってんのかマジで気になります。あと、もし凍った時にどう設置するんか知らないですけど、失敗したらパキーっていっちゃうかもしれないんで、これはちょっと気をつけないと赤フィギュアかもしれませんね。猫パラショコラメイド水着バージョン。もうなんかどこがメイドなんかが俺分からへんのやけど、メイド水着とかよう言いますやんか。どれが、ああ頭のなんか飾りはメイドっぽいですわ。メイドってそもそも水着やんかいっちゅう話、こっちからすると。俺はもうあの白黒のドレス言うんかな、ああいう専用の衣装あるでしょ、あれが完全にメイドや思い込んでますやんか。水着なんてもうだ、水着やねんって。でもめちゃめちゃ可愛い。うん、すごいね、あの横にもファサーってちょっとついちゃって、お胸のところもこの、あ、ほんまや、肩のところちゃんとメイドっぽくなってる。メイド水着はね、バニラメイド水着バージョン。まあショコラとほぼほぼなんかデザインは一緒なんかな。尻尾の向きが逆っていう感じと、足のこうクロスというか足の向きとかもちゃんと逆向きになってて、隣同士で並べるとカチッといくようにちゃんとやってるんでしょうね。色ついてないし、これ 3D 原型みたいなんですけど、もうこの時点で生めかしさえぐいですもんね。色つき出したらどないなんのって。紹介し忘れてたのが3点ありまして、まず1個目がスーパーソニコ。ソニコ、タイマニンになりませう。なりまうす。え？なりまうす。どうやって読むのこれ？なりませうじゃないの？しかし規格外のボディですね。アームズノート、パワードバニー。なんかようわからんのやけど、バニーの格好をしてめったくそ武装してるボディのごっつ女の子です。ノーゲームノーライフ、白デスブー。このドレス明らかに作る難しそうですよね。いけんのかな。いや、ほんまに素人目から見ても無理ちゃうのって思っちゃうぐらいの色とりどりのカラーリングにね、どんな仕上がりになるのか非常に楽しみです。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、どれもこれもフィギュアばっかりですし、もう伝統ってくれっていう心の声が今ねコメント欄から聞こえてはくるんですけど、コメント欄からは聞こえてこいんだ、まだコメントもないのに、すみません、ようわからんこと言うた。まあ悲鳴がどっかしらから聞こえてはくるんですけど、やっぱり終わりがないっていうのは嬉しいですよね。そりゃ変われへんけどね、どっさりは変われへんけど、やっぱ7月の予約フィギュアはゼロでしたとかなったらどうします？俺たち終わりですよ、ほんまに。このフィギュア収集注文がまだ苦しんでる方がやっぱり楽しいですから、やっぱこういう新しいフィギュア見れるのはいいですよね。しかしアルベド欲しいな、めちゃくちゃいかつかったですもん、顔が。あれ完全原作の顔ですもんね。悩むってこんなに楽しいんですね。
とりあえずね、全部予約はまだ始まってない状況なんで、欲しいな思った方はそれに向けてちょっとでも節約するとか、今からね準備は整えれると思いますんでやっといてください。あとエミリアのフィギュアに関してはまた動画出しますんでね、さっきも言いましたけどがっちりその動画を見てください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。